スターの結婚指輪のご紹介をいたします。こちらがレディースデザイン、こちらがメンズデザインです。日本限定モデル、人気のストレートタイプの結婚指輪です。では実際に試着してみましょう。限定モデルということなんですが、日本人の方に合いやすいようなリングのボリューム感です。はい、程よいボリューム感ですね。そうですね。レディースは 2.5mm 幅、メンズは 3mm 幅です。とっても小指に馴染んでおります。はい、着け心地もいいですか？とってもバッチリです。センターのラインが目を引くデザインですね。そうですね。こちらはリングの形状まっすぐなんですが、このラインを斜めに施していることで、はい、動きが生まれます。太めだったり細めだったり、はい、ぐるっと一周ラインが施されています。はい、指輪がくるくる回っちゃっても気になりません。レディースはダイヤモンドが5石止まっているんですか？そうですね、5石ですね。はい、5石です。サイドが少し小さめなダイヤで、センターが一番大きいダイヤモンドですね。そうですね。このラインに合わせてダイヤモンドもグラデーションにセッティングしております。美しいです。美しい。メンズもいってみます。このマットの部分、縦にラインが入ってるんですね。はい、艶消し加工がヘアライン加工といいまして、先ほどおっしゃってたように縦にラインが入っていることで独特な風合いが生まれます。はっきりとマット加工が遠目で見ても分かってかっこいいですよね。周りがピカピカ光っている表面加工なので、よりふんわり立体的に見せる効果があります。はい、レディースも同じようにマット加工が施されてますので、はい、ダイヤモンドが際立ちますね。はい、レディースは今裏側でご覧いただいております。ダイヤモンドなしですとこんな印象です。大変シンプルですね。はい、メンズとの幅違いで素敵です。であるようにホワイトゴールドですね。はい、はい、ではこちらメンズとレディースのリングが並んでますが、一周綺麗なデザインが施されてますので、ぐるっと回してみましょう。はい、では行きます。はい、ぐるぐる、ここからキューッと細くなって、表面の部分も綺麗に見えますよね。そうですよね。はい、これがちょうど真後ろです。はい、そしてまた細くなり細くなって、はい、ダイヤモンド持ってまいりました。本当にお揃いのデザインですので、うん、ダイヤモンドもしなしでお作りしたらフェア感がバッチリなリングですね。そうですね。リングを立ててみました。はい、レディースとメンズデザイン、横から少し見てみましょう。なんかこのラインが立体的に見えますよね。そうですよね。横から見てみると程よい立体感が生まれております。斜めのラインが大変美しい結婚指輪でしたね。結婚指輪はシンプルでも、お指をきれいに見せたい